はい、川崎のブースに来ています。今回の目玉は何といってもこちらの忍者 H2SXSE だと思いますね。これはですね、まあ、世界最速と今言われている H2、まあ、スーパーチャージドテクノロジーを使った、まあ、最速マシンのそのスーパーツアラー仕様なんですね。それでこの、まあ、SE というところでですね、まあ、その上級仕様ということで、まあ、例えばコーナリングライトがついてたりとか、まあ、いろんなこう上級装備が施されているというのが特徴になっています。でやっぱり私これ、一番やっぱ気になるのは、まあ、動力性能ですね。まあ、スペック的には200馬力と出てますが、やっぱりそのスーパーチャージャーが効いた時のその爆発的な加速力、それがこの、スポーツツアーラーとして、どういうふうにこう関係してくれるか、まあ、そのエキサイティングな乗り心地、乗り味というのを楽しみにしています。もうこちら発売になってますけどね。で、ノーマルの H2 とまた違うところは、まあ、このフレーム一見似てるんですけど、タンデム、まあ、例えばタンデムで、例えばそうですね、超高速巡航をできるような設定ということで、車体よりこうしっかりとフレームがより強化されているんですね。特にこのリア周り、シートレールあたりがかなり強化されていると聞いています。で見ても分かりのようにこういった形でフルパニア仕様にもできるわけです。2人乗りして、で荷物を満載して、で、例えば200キロオーバーで巡航するみたいなね、まあ、環境が許せばですけど、まあ、そういった性能を持たされたマシンと聞いています。まあ、スクリーンなんかもね、結構大きな立ったスクリーンがついていて、非常にこう快適性があると思いますね。なので、まあ、その H2 とあと、従来の GGR1400ZX14 との、まあ、いいとこ取りみたいな、このマシン、実際の乗り味どんなものか、まあ、私も期待したいと思います。